ホタカ駅は長野県安曇野市ホタカにある東日本旅客鉄道大糸線の駅である。駅番号は32。安曇野観光の拠点駅で特急列車の停車駅である。安曇野市内の駅で最も乗車人員が多い。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。改札内に一番線をホーム北端へ渡る構内踏切が設置されている。また、 さらに駅舎側にはアスファルト詰めの引き込み線がある。大きくカーブしたホームで車掌用モニターと注意を促す自動アナウンスが設置されている。また、特急、あずさ停車対応のため、校内踏切への車両を一部傘上げし、ホームを延長しているが、一番線は8両編成までの対応に止まり、大井と線内9両編成となる、あずさは上り、 下りを問わず2番線に入線するは、大糸線内は8両編成のため、1番線を使用可能だった。それ以外の普通列車は原則として、上りが1番線、下りが2番線を使用するが、例外的に、当駅始発となる上り普通列車1本が2番線から発車している。豊品駅管理の業務委託駅で、超鉄開発が駅業務を受託している。駅舎内には、 指定席券売機、自販機が設置されているが、キオスクなどの売店はない。駅舎は、駅名の由来ともされる、穂高神社を模した社殿型の構造をとっており、アートギャラリー穂高が隣接している。2010年現在、当駅始発儀となる列車が1日3本存在する。また、発車ベルが完備されている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は908人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。観光地駅のため、東口ロータリー周辺には、レンタサイクルや現地周辺地図を載せた観光案内板、土産物屋などがある。このほかコインロッカー、自由力コーナーなどが設置されている。駅西側には改札がないが、 田畑が分譲住宅地に整備され、公園、ロータリーが設置された。2008年1月25日に将来、踏切拡張を想定して警報器の移設が行われ、遮断機も警報器側に搭載。ロータリー中央に植樹されている柳は銀座の柳の子。1932年に関東大震災復興記念として、 旧東京市へ出荷したことと、1987年に中央区へ100本を寄贈したことへの返礼として、2世が里帰りしたもの。注釈出典報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。